Thank you.
バンド名を加藤翔子とタコス田前寺と言います。バンド名覚えて帰ってください。で、名前何回買ったでしたっけ？4回。4回買ってるそうです。何年前からやってるんですか？4年前です。4年前からやってます。で、ボーカルが変わったのが今年の初めで、はい、OB のボーカルの人、 OB のボーカルの人来てます。いや、まだ OB じゃないんだよ、お休み中だから。あ、そう、OB じゃ、OG ですね。いや、お休み中、はい。そんな感じで、正月から練習を始め、コツコツやって、ライブ前は1週間に1回くらい練習をしてそういう感じになります。え、そんな働き者じゃないと思います。なので、皆さん楽しんで行って帰ってください。あと、結構盛り上がれる盛り上がれる曲が多いのと、みんなが知ってる曲が多いので、手拍子とか、あとは好きに踊ってもらって楽しんでもらえればと思ってます。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
どうも皆さんこんばんは。ベースってバンドの中であんまり目立たないんですけど、ちょっとぐらいは喋らせる場所作ってって小倉さんに無理やり頼んで、僕本番に強いタイプなんで喋らせてくださいって、目立ちたがり屋な僕がいてちょっと喋らせてもらいます。まあこの付き合いの人たちってみんなどういう付き合いか分かると思うんですね。はい、今日はご来場いただきまして本当にありがとうございます。佐藤ちゃん、仕事終わった？今納品トラブルがあってそれが気がかりになってことはないです。皆さんとこの時間を精一杯楽しむために、必死になってますんでね、皆さんも最後までぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。4年前の忘年会で初めて小倉バンドと言われたものが出来上がりました。苦節4年、ついにライブハウスに進出しました。ちなみに小倉バンドって言ってるの田中さんだけです。長い言葉覚えられないです。で、まあ、最初はね、2010年の11月の末ぐらいに、ミラーの上でやったのが最初で、その時は、タコのメンツ、加藤翔子とタコのメンツとなりました。で、その後に、佐藤さんが入って、加藤翔子タコス、佐藤の S ね、タコスな感じになり、その後に、ユリッペとマリちゃん入ってくれて、タコスな感じ、ウィズユリマリになりました。それが派生して、おととしの8月に、おめでたいことございまして、その時には、もう20代は抱えて言わないという、イベントになって、で、今回が加藤翔子、タコさん、マイキということで、変遷をしてございます。内容で短かった4年間ですけども、皆さんおかげでここまで成立できました。ありがとうございます。小倉さん喋り完璧ですね。曲の方に行きまい、ちょっと、息が上がってるのもだいぶ落ちます。じゃあ歌姫前島さん、どうぞ。
Thank you.
飲んでたり食べてたりとか大丈夫ですか？そろそろ燃え尽きる時間になってきました。
不在なアンコール。最後まで笑ってましたね。Thank you.